エレン、行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺してエレンを。待て、落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず目型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。縁談、苦戦してやがるのか。まとめて相手してごめんね、エレン。もう少しだけ待ってて。おとなしくしてる。チャンスだ。奴を削って消耗させるぞ。おとなしくしてる。なんでこうなるの。私このまま死ぬんじゃ。奴を殺すことは諦めるんですか。奴は仲間をたくさん殺しています。言ったはずだ。目的はエレンの救出だぞ。確実に救うために奴を疲弊させろ。奴も少しは疲弊したが、それほど速力はないように見える。エレンを返せ。おとなしくしてろ。俺は今、女型の巨人を追っている。邪魔な奴らを排除してくれ。わかりました。私、頑張ります。絶対に、エレンは生きてる。救援要請だ。無視はできねえ。あなたがちゃんとエレンを守っていれば、こんなことにはならなかった。おとなしくしてろ。お前はあの時のエレンの馴染みか。そうか。くそ、また巨人が現れたのか。巨人を呼びやがったな。俺は先に奴らを倒す。ミカさん、お前は女型を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。エルヴィンの判断通り呼吸しておいて正解だったな。俺の敵じゃない。絶対命令が出てるってのに、巨人に囲まれて動けねえ。
疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン。メガト。逃した。なんで、みんな、一体、作戦は？失敗した。今は休んで。もうじき壁につくから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。ったく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか？死んだ兵士に悔いはないとお考えですか？今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。やれやれ。
こんな。お母さん、どうしてるか。なんてこった。巨人が怖くて巨人に会いますよ。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミン、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか。
このままじゃエレンは殺される。ウォール C7 内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖い？いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力し。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。まったく傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら今だって信じられないよ。きっと何か。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。クモ、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。巨人化される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。メガタの巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団と、いや、人類の敗北だ。まだ戦える。やっぱりメガタの巨人は兄だったんだな。あいつ壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。
兄とは直接は戦わずに、うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。世界は残酷なんだから。披露する時は生き生きとしてた。今のお前は
どんな顔して戦ってんだ。もう分かんねえよ。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。
兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。Ha ha ha!